おしゃれな飲食店が多く集まり、高級住宅街としても知られる東京都目黒区。中目黒や自由が丘など、お出かけスポットとしても非常に人気なエリア。そんな目黒区で、とにかく住みやすいと居住地として人気な駅が東急東横線学芸大学駅。東京都内に詳しくない方からすれば、あまり聞き慣れない駅名ですが、なぜ学大は住みやすい街として人気なのか。まず、学大に停車する東急東横線は渋谷駅と横浜駅を結び、さらに副都心線やみなとみらい線が直通運転をしているため、埼玉方面やみなとみらい方面へもアクセスがいいことから、通勤にも休日のお出かけにも便利と大変人気な路線。学大から乗り換えなしで行ける各主要駅までの所要時間は、渋谷駅約7分、池袋駅約28分、横浜駅約24分、みなとみらい駅約29分と驚きのアクセス。乗り換えが必要な東京駅までも約30分と、かなり交通利便性が高いことがわかります。では学大が人気な理由は交通利便性にあるのか。学大駅の周辺を見てみると、多くの人でにぎわっています。東口商店街と西口商店街を中心に、なんと6つもの商店街がある学大駅周辺。昔ながらの飲食店やファーストフード、おしゃれなカフェからレストランまで、多種多様なお店が並び、この地に長く住んでいる方でさえ飽きさせない魅力的な街が形成されています。さらに駅周辺の魅力はこんなところにも。駅の高架下にずらりと並ぶお店たち、エリアを分け、それぞれにコンセプトを持たせたユニークな商業施設、学大高架下。新鮮な食材が買える学大市場、輸入食品のお店からさまざまなテナントが入る学大小道、飲食ゾーンの学大横丁と、日常の買い物はもちろん、生活を豊かにしてくれるこの施設も学大の魅力をより引き立てています。交通利便性、駅周辺の充実度、この2つの条件が揃えば人気が集まるのも納得です。気になるのはやはり家賃や売買相場。利便性が高く人気な目黒区、住むにはそれなりの価格帯になってきます。これは賃貸と売買の戸建て、マンション、それぞれの相場を調査した表です。不動産プラットフォームを運営しているフリエでは、リノベーション済みの中古マンションがお得にご購入いただけます。学大駅周辺にはどんな物件があるのか気になるという方は、概要欄のリンクからぜひご覧ください。また不動産投資用の物件も掲載しております。こちらもご興味のある方は概要欄のリンクよりぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画も楽しみにお待ちください。